はい、まずこれから、ASEAN 関連首脳会合、そして G20 にニューデリーサミットに出席するためにインドネシア、インドを訪問いたします。まず ASEAN 関連首脳会合においては地域情勢あるいは国際的な課題について議論を深め、特に今年日 ASEAN50 周年という大きな節目の年であり、12月に東京で特別首脳会合を予定しています。ぜひこの12月のこの首脳会合につながるような議論を ASEAN 関連首脳会合において行いたいと思っています。そして G20 においてはG20 の議長国であるインドとしっかり連携を行い、G7 の成果を G20 につなげる、こうした議論を行えればと思っています。合わせて食料安全保障や開発、保健、あるいはデジタルといった国際的な課題についても議論を深める、こうした場にしたいと考えています。そしてご質問のですね、中国側の出席者という部分がありましたが、その第三国の出席者や対応について私から何か発言することは控えたいと思います。ただ現状、中国との、対面の会談は決まってはいない、状況にあります。いずれにせよさまざまなマルチの会談または首脳会談を通じてアルプス処理水については透明性を持ってIAEA と協力をしながら取り組んでいる、こうした我が国の、その取り組みについて、理解や協力が得られるよう、説明を、尽くしていきたいと考えています。以上です。参議院新聞の森口です。はい、総理は午前中自民党役員や本宿事務総長らと面会されましたが、内閣改造の内容や時期についてどのような話をされましたでしょうか。昨日はタイミングが決まっていないとおっしゃっていましたが、タイミングは固まりましたでしょうか。当然のことながら、その個別の会合の中身まで、この申し上げることは控えなければならないと思いますが、昨日も申し上げたことですが、人事、これは適材適所に尽きる、この通りであります。タイミングについてはまだ決まっておりません。以上です。